ウバオ。皆さんこんばんは。もうそろそろプクリン島が完成するそうですよ。そんなこと言われたら完成を急がざるを得ないじゃないか。もうほとんど島クリできるところは残ってないんでしょ。この間作った釣り堀のところだけだな。じゃあまずは釣り堀を壊してしまわないとね。ここで海を眺めてしばらく現実逃避してる暇があるのなら体を動かしなさいよね。仕方がないからとりあえず釣り堀まで行くとするか。行くだけじゃなくて壊して新しいものを作らないといけないわよ。あ、釣り堀にお魚が湧いてるじゃないか。ここに来て釣り堀がちゃんと機能してくれてるのを見ると壊したくなくなっちゃうな。あ、釣り堀でジャスティンがスタンバってるわね。これは釣りを楽しめって神様が言ってるようなものだよな。今やる必要があるのは釣りじゃなくて島釣りでしょうが。はい、わかりました。ちょうど釣り竿が壊れてよかったわね。こんなところに石が湧いちゃってるじゃないか。石をいちいち壊すのって結構面倒よね。しかも食べ物なんて持ち歩いてないから、せっかくしまった物置をポケットから出さないといけなかったぜ。あ、やっと工事をする気になったのね。でも霊夢、ジャスティンビーバーがいるから崖を全部壊すことができないぞ。だからといって工事を中止する理由にはならないからね。いやいや霊夢、その逆だぞ。逆って一体何なのよ。ジャスティンが上にいる状態で崖をどこまで削れるのか気にならないか。まあそんなに気にならないかも。そうだろそうだろ。なので工事を早く終わらせるぞ。私は全然ジャスティンと崖がどうなるのか気になるなんて一言も言ってないんだけど。よしよしよし、だいぶ追い詰めたぞ。ジャスティンは相当お困りの様子に見えるわね。さああと少しジャスティンはどうなってしまうのか。ジャスティンはどうもならないと思うけど。ここからが勝負だな。これ以上は削れないぜ。まあこうなると思ったわ。それで何を作るのかは決まってるの？決まってるわけないから、なかなか工事が進まないんじゃないか。こういう時はコメントを参考にさせてもらうのだ。ウボアオ田舎風の旅館を作ってほしいです。旅館か。そうなのだ。しかもこんなにたくさんの方々からリクエストをいただいてるのだ。旅館の何が大変かというとだな、部屋の中も作らないといけないことなんだよな。じゃあそこにちょうどサブ住民の家があるんだから、部屋の中を旅館風にしなさいよね。それは無理でござる。理由を説明するとだな、このサブ住民はハキパラをほとんど進めてないから、柱とか仕切りカウンターのレシピをまだ習得してないんだよな。なのでサブ住民の家はちょっと別の場所に移してと、私の自宅を旅館として使おうじゃないか。移設の依頼のシーンがカットされちゃっただな。もマリサさん、旅館だったら橋が必要だと思うんだけど。すまないタヌキチ、そんな土地はもう余ってないんだ。じゃあ高級車を。それも受けないかな。しょぼーん。というわけで空いてる土地のど真ん中に私の自宅を移設だぜ。本格的な工事は移設が完了してからね。今回どうしても使いたいものを注文しておかないとな。ひょっとして高い家具だな。も和風な場所になると思うから、ケロッピの廊下とケロッピな橋を押さえておくぞ。ケロッピな橋は和風の橋と比べると安すぎだな。もとりあえずあとは持ってるものでなんとかなるかな。あとは部屋に敷くアイテムも補充しておくか。ちょうど使えそうな花ござが売られてるわね。あとこれも使いたいかな。部屋を飾るのはハキパラと違って買って集めないといけないのが大変だぜ。なのでできれば持ってる家具をいろいろ活用したいんだけどな。そう都合よくいかないわよね。部屋のことは後だ。まずは旅館の外観を作っていこうじゃないか。突然その寒そうな格好はどうしたの？海賊ジョニーからもらったんだが、やっぱ冬に合いそうにないから着替えるぜ。見てるこっちが風邪をひきそうだったわ。あとはロングスカートを選んでと。寒さ対策は万全ね。お待たせお待たせ。やっと島くりを始められるわね。まずはこれ、青竹の柵を作ってだな。旅館の正面に立てていくぜ。正面の入り口から飾り付けスタートなのね。ここからが一番始めやすいだろ。入り口のところは横3マス開けておくぜ。何かアーチ系の家具を飾るつもりなのね。いやいや今回はやめておくぞ。さすがにワンパターンになるのが嫌になってきたのね。ああそうだな。みんな忘れてるかも。だから一応言っておくけど、私の島は低木禁止なんだよな。なくてもそれなりにやってこれたわね。隙間を埋めるのが大変だったけどな。今回はまだ使ってないマイデザインを取り入れたいからダウンロードさせてもらうぞ。旅館の庭は砂利を敷くのね。ここまで砂利は使ってこなかったからな。というわけで1ページ目にあったこちらのをお借りするぜ。敷地内はこのマイデザインで埋め尽くすぞ。もう別のマイデザインをダウンロードする枠がないのね。残念なことにもう消していいマイデザインがないんだ。マイデザインの枠のやりくりも島くりには重要なポイントだからね。新しい島くりを始めるときはまだまだ余裕だと思って、どんどんマイデザインをダウンロードしちゃうんだよな。そうやって後で後悔することになるのね。島くりあるあるだぜ。こんなに島くりを繰り返してる人があまりいないからあるあるじゃないかもね。実際に塗ってみるとかなり雰囲気が変わったぜ。マイデザインを作ってくれた人に感謝ね。ちょっと霊夢、ここに松を飾りたいんだけど。私カタログにすら載ってないんだけど。マジか？それは困ったな。今回は別のとこから借りて飾るのね。そうじゃなくて霊夢、ちょっと松をお触りしてくれないか？はいはい、じゃあうちの島に松を持ってきなさいよね。カタログに載ったらすぐにうちの島に送ってくれよな。ちょっと遅いけど、この霊夢ちゃんサンタからのクリスマスプレゼントよ。ありがとうだぜ。
よしこれで準備完了。やっぱ松を置くところはマイデザインを消した方がいいかな。砂利の上に置くのはちょっとって感じだものね。若干雪の地面がいまいちな気もするが。このまま行っちゃうのね。冬だしこれはこれでということで。でも周りに色々飾って隠してみるか。やっぱり竹の株を飾るのね。和風な場所作りだと飾らざるを得ないだろ。和風って感じを表現しやすいのは確かね。手前は竹のフロアスタンドとベンチ、横には竹の車止めを置けば完璧だな。ちょっと高級な感じになっちゃいそうね。じゃあ田舎の高級旅館ということで。じゃあ泊まりに来る人は高級車に乗ってるよね。ごめん余計なこと言っちゃった。店の通り駐車場を作るスペースがないんだよな。最終回に期待だなも。最終回はまだ飾ってない砂浜か。まあ砂浜をどうするかは全く考えてないんだけどな。今は旅館作りに集中したいわね。迷った結果すだれの柵を使うことに決めた。竹垣とどっちにするか迷ってたの？そうそう、どっちもあまり使ったことないからかなり迷っちゃったぜ。どちらかというとすだれの柵の方が田舎っぽいかもね。これは霊夢さんの個人的な感想なのだ。ぐるっと一周囲ったぞ。で、柵の向こう側はどうするつもりなの？とりあえず竹の子を二マス間隔を空けて植えていくぞ。竹と竹との間に何か飾るつもりなのね。そうだぜ。さっきも飾った株なんだけどな。今回は竹のフロアスタンドが大活躍ね。本当はアンドンも飾りたいんだけど、注文するのが面倒なんだよな。マリサ的にはアンドンもおすすめってことなのね。アンドンはいろいろリメイクできるし楽しみ方は竹のスタンドよりも幅広いしな。ぜひそのアンドンを飾ってほしいだなも。そうだな、余裕があればどこかに飾りたいな。本当にマリサはタヌキチに甘いわね。楽しみに待ってるだなも。柵の横はこんなものかな。奥はちょっと違う感じにするんでしょ。そのためにケロッピ系の株をわざわざ注文したんだぜ。あ、タヌキの置物。やっぱりマリサさんは最高だなも。ちょっとそれはやりすぎなんじゃない？やりすぎじゃないだなも。あとはここにも松明を飾っておくぞ。登りが燃えるかもしれないわよ。リアルでは絶対真似しちゃダメだなも。皆さんお待たせしました。やっと柵の奥を飾ってくれるのね。収納に五重の塔があって助かったぜ。その庭石も収納から出してきたのね。あまり物は何でも使っていくスタイルだぜ。収納はとんでもないことになってるんだけどね。あははは。ここでさっき注文したケロッピの橋の登場だぜ。大変よくできました。低い庭石も余ってたから置いておくぞ。左側はこんな感じでいいよな。右側にもさっき注文したケロッピ株を飾るんだが。あ、東屋と組み合わせるつもりなのね。そうそう、ここにケロッピの廊下を置くと縁側っぽく見えると思ってだな。まあ流行ってるやつよね。まあここには誰も入れないんだけど露天風呂を置いておくぜ。見えるところにはゆず風呂とヒノキ風呂を置いておくぞ。ここも柵で閉じちゃうから入ってこれないのね。ただの飾りだと思ってくれたら幸いだぜ。外観作りもそろそろ完成に近づいてきたわね。和風な場所といえば盆栽を飾りたくなるんだよな。なのでこれを使って飾るぞ。白リメイクした和風なベンチね。右側は盆栽棚を飾っておくか。さあこれで外観は完成。さあここから地獄の部屋作り開始だぜ。まずは入り口からよね。とりあえず床には縁なしの畳を。壁紙はモダンな茶室な壁がいいかな。悪くはないわね。入り口にはダークストーンなラグを2枚敷いておくぜ。さっきローランさんのところで買ってたやつね。いろいろ買うのが面倒だからこういうのを取り入れていくぜ。木製の仕切りカウンター H と木製の柱を組み合わせて、旅館の受付を作るつもりなのね。ハキパラをやってない人はカウンターテーブルを使うのがいいかな。柱の代わりは？ごめん思いつかないぜ。カウンターの上にはノートパソコンと文豪セットを並べておくぞ。受付の奥は？ちょうどいい家具が収納にあったぜ。ヴィンテージなチェストね。上には適当な小物を置いておくか。なんで霊夢さんの写真なんだも。なんでタヌキチに避難されないといけないのよ。タヌキチの分はちゃんと飾ってやるからちょっと待っててくれよな。わかったよマリサさん、おとなしく待ってるだなも。飾ったら飾ったで騒ぐんだけどね。左奥にはちょっとした休憩スペースを作っておくぜ。確かに旅館のフロントにはソファと低いテーブルのある休憩スペースが定番よね。それとドリンクが無料で飲めると嬉しいよな。無料で提供するなんてもったいないだなも。飲み物は儲かるそうね。原価が安いからね。天井家具も飾っておかないとな。やっぱり和風な照明なのね。和風な場所に使えるのがこれしかないものな。壁掛けはあまりごちゃごちゃ飾らなくても良さそうだぜ。一枚板の看板ね。せっかく玄関を作ったから適当な靴を並べておくぜ。これはいいアイディアだと思うわよ。これだけじゃちょっとバカし物足りないよな。てなわけでここで家具を買えたし。縦長のレンは使えそうね。あとはタヌキチのためにアンドンも買っておくぞ。ではでは届いたのれんをリメイク。のれんは僕の顔じゃないだなもね。のれんにタヌキチがいっぱいいたらちょっと嫌でしょ。みんなそんなことないよねー。同意する声が全く聞こえないわね。あとはアンドンだな。アンドンはタヌキチのだけじゃなくて、しずえさんのも用意してきたぜ。ありがとうございます。とりあえず受付はこんな感じで、続いて奥の部屋を作っていくぜ。その花ござはさっき買ったやつよね。壁紙は余ってた障子を使うぞ。当然奥はアクセントで南の海の壁を張っておくぜ。海を眺められるお部屋にするのね。
なので仕切り壁を立てるぞ。これはよくハキパラでやってる手法ね。そうそう。で、仕切りの向こう側にウッドデッキのラグを敷くのね。定番の手法だけど許してくれよな。でもこの奥狭くて飾りにくいんだけどね。まあ部屋の方も狭いから結構飾るのが大変かも。それなのにチャブ台を置いちゃうのね。チャブ台は日本の文化だからな。ひっくり返してる人は見たことないけどね。収納に眠ってた座布団を一つ置いてと。お一人様用の部屋なのね。お客様には一人でゆっくりおせちを楽しんでもらおうじゃないか。そういえば今、シーズン限定の家具がいっぱい買えるんだったわね。みんな忘れずにチェックしてくれよな。説明を省いたな。だってめちゃくちゃいっぱいあるんだもん。実際に見て確認する方が早いってことだぜ。旅館だから当然ベッドじゃなくて布団なのね。一人旅に来てもやっぱりゲームは欠かせないよな。移動中はいいけど寝る前はダメでしょ。やっぱダメかな。では次は縁側の飾り付け。狭いけど椅子を置いちゃうのね。綺麗な海をゆったり眺められるようにだぜ。縁側だから直接座るのもありだと思うけど。え、室外機なんて置くの？他に置くものが思いつかなかったからな。あとは壁掛け家具をいろいろ飾っておくぞ。だんだん旅館に詳しくないってことがバレてきそうね。もともと旅館に詳しいなんて一言も言ってないから大丈夫だろ。ってことで奥の部屋はこんな感じ。次はどの部屋を飾るの？左の部屋を飾るぜ。左の部屋も客室にするつもり？左の部屋はちょっとテンションの上がる場所にするぞ。え？これってスーパーマーケットの壁よね？左の部屋はお土産コーナーにするぜ。それでスーパーな壁を張ったのね。ちょうどいい感じに商品棚が収納にいっぱい余ってたからお土産コーナーを作ろうと思ったんだぜ。収納の余りを活かせてよかったわね。アイスのケースもお土産コーナーにぴったりだろ。確かにリアルでも置いてそうよね。あとは陳列ワゴンの上に適当な瓶詰めを並べておくぜ。お料理で作るやつね。中身はそんなにこだわってないかな。あとはレジが必要よね。またまた仕切りカウンターを使わせてもらうぞ。レジ用の家具を注文するのが面倒だったのね。ああそうだぜ。商品棚だけじゃなくて自販機も一つ飾っておくぞ。同じ家具ばかり置くと少し変化をつけたくなるものね。これだけじゃ物足りないから奥の壁を飾り付けしたいな。あ、魚卓を飾るの？魚卓じゃなくてペナントとかの方が良かったかな。お土産といえばペナントだけど、私は買ったことがないからね。ペナントはド派手だからちょっと扱いに困るかな。ペナントが好きな方本当にごめんなさいなのだ。仕上げにバードモビールを天井に吊って可愛くしてみたぜ。じゃあ次の部屋ね。次は左の部屋を飾るわけなんだが。畳ってことはもう一つ客室を作るつもり？襖を金箔のやつに変えてと。奥には落ち着いた茶室の壁を張っちゃうぜ。なるほど、ちょっとお高い部屋を作るつもりね。正解です。なので飾り付けにこだわりたいな。その仕切りカウンター L の上に何か乗せるのね。そうそう、日本刀を乗せて飾ってみたいんだよな。残念だけど乗せられないみたいね。マジかよ。なら日本刀は地べたに置くしかないのか。カウンターじゃ横幅が足りないんじゃないの？じゃあ和風なベンチならどうかな。なんかいけそうな気がするわね。どうかなどうかな。ちょうどぴったりじゃないの。そして日本刀の両横にはこれ。豪華な着物スタンドだな。もすまないな、タヌキチ。収納に余ってたんだ。今回のために買ってくれたものじゃないのね。それはそうと、豪華な着物スタンドをタンスの肥やしにしてる意味がわからないわ。こうやって飾る機会があったんだからよしとしてくれよな。そしてまたしてもチャブ台の登場なのね。チャブ台いいじゃないか。悪いとは全然言ってないけど、高級な部屋なのにチャブ台っていうのが気になるわけよ。霊夢、そういうことは気にしちゃ負けなんだぜ。え？勝ち負けがあるの？というわけで寝る場所も当然布団。あとは和ダンスを置いてなんやかんや上に飾っておくぞ。もうあまり物が置けないわね。あとは壁に飾り付けだな。そのスポットライトで着物を照らすのね。一つしかなかったから注文注文。スポットライトが届くまで他のところを飾り付け。あ、またおせちを飾るのね。世間はもうお正月ムードだからな。せっかくだしディスプレイボトルも注文しておくぜ。それじゃあ飾り付けの続きをやっていくぜ。この部屋ももうすぐ完成ね。あとはスポットライトだけだな。これで OK だぜ。メインの明かりを暗くしたのね。あ、手前のミニ冷蔵庫の位置が。後で押しておきなさいよね。さあ次は地下室の飾り付けだぜ。黒レンガの壁を使うってことはまた別のものを作るのね。もう客室作りもいいのが思いつかないしな。なので地下室にはバーを作ることにするぜ。結構思い切った方向転換ね。だってバー以外思いつかなかったんだもん。あ、また仕切りカウンターと柱を使ってる。受付で使ったのは木製のヤーツだったけど今回はレンガのヤーツだぜ。レンガの壁に合わせたってわけね。いい感じに今までの雰囲気をぶち壊せただろ。ここから見た人はまさか旅館だなんて思わないでしょうね。カウンター席はこれで OK。 カウンターの奥にはキッチン系の家具を置きたいな。また家具の注文を嫌って DIY 家具で済ませようとしているな。椅子も DIY できるものにしようかな。アイアンウッドチェアを使うのは珍しいわね。普段は木製スツールを使うことが多いんだけど今回はアイアンウッドチェアを選んだぜ。木製スツールは丸いやつよね。ほらほら、ぴったりだと思わないか。
形も色もいい雰囲気ね。あ、そこにも椅子を置くの？カウンター席以外も必要だろ。テーブルは何を選ぶの？ちょっと DIY できるテーブルでいいのがなかったからカタログを見てから決めることにするぜ。DIY 家具もそこまで万能ではなかったのね。実はテーブル以外にも欲しいものがあるんだよな。もしかしてサプライズで高級車を買ってくれるだなも。まだ諦めてなかったのね。タヌキチ、それなりに高い家具を買うから許してくれよな。まあそれなりに高いっていうのならね。なんでそんなに上からなのかしら。ではではフレンチドア冷蔵庫。まさかお高い家具ってこれ？あーそうだぜ。期待外れだなも。でもテーブルは、カフェテーブル S を注文だな。そうなの？あとはたくみさんのところで横長のレンを注文だぜ。買い物はこれで終わり？今回の買い物はこれにて終了。今日も売り上げが少なかっただなも。さてさてようやく地下室の仕上げだぜ。カウンター席全部にのれんをかけるのね。これで少しは風テイストが出るかな？手前の席にカフェテーブル S を並べてと。キッチンに冷蔵庫と、ジュークボックスを飾るぞ。音楽がないと寂しいものね。あとは壁掛け家具かな。出た出たボトルのウォールシェルフ。入り口側の壁には本物の名画を飾っておくぜ。これで完成ね。あーマジで疲れたぜ。今回2階はちょっと飾らないということで。何か考えがあるわけ？2階はなんかいろいろやるためのフリースペースだからな。飾り付けするわけにはいかないってことなのね。まあそういうことだぜ。ここでハンアート紹介コーナーなのだ。4枚と超大作のハンアートありがとうなのだ。だ、タヌキチが10億ベルも持ってるだなんて。10億で驚くだなんてまだまだ甘いだなも。え、もっと持ってるってこと？それならもうお休みをいただいてもいいですよね。僕は休みと借金の踏み倒しが一番嫌いなんだも。休みが嫌いって意味がわからないわ。というわけで今回はここまで。次回もよろしく。もももー。